この道をまっすぐ行けばいよいよライブ会場だよ。すごく大きい会場なんだよね。どのくらいの人が来てくれるかな。うわ、大丈夫？顔真っ青だよ。少し休んでいきましょうか。温かい飲み物でも買ってきますわ。余裕を持って出発したからまだ大丈夫ずら。よしよし、焦る気持ちよ。どっか行けー、どっか行けー。うん、お、復活した。花丸ちゃんのなでなでは効くね。私もやってもらおうかな。では私も。じゃあマルも二人に撫でてほしいずら。撫で撫で撫で。ピュー。どうしたの？先輩、花丸さん、ダイヤさん、カナンさん。しずくちゃん。もちろん、アゼリアのライブを見るためです。花丸さんの晴れ舞台を見届けるため、演劇部全員で応援に来ました。演劇部の人たちが？全員、ということは部長さんも、照明担当のあの先輩も、メイク担当のあの子も、美術担当のあの子も、みんな来てくれたぐら。そうだよ。花丸さんの優しい人柄と、どんなに大変な稽古でもひたむきに励む姿にみんな惚れ込んでるんだから。今日のライブも話したらみんな見に行きたいって。アゼリアカラーのペンライトも準備してきたよ。全力で応援するね。これはますますいいステージにしなくちゃね。ええ、これほどの熱意に応えないわけにはいきませんわ。うん、アゼリアの最高のライブ、しずくちゃんもあなたもしっかり見ていてね。